コンスタンチン中は、オーストラリアのプロボクサー。元 WBA スーパー WBCIBF 世界スーパーライト級統一王者。ソビエト連邦、セロフで生まれたが、ソビエト連邦崩壊後の1992年からは、オーストラリアのシドニーに在住している。号腕を振りかざす無類のハードパンチャーで左手を伸ばし、空手のような構えから、 ノーモーションでまっすぐに伸びる右ストレートは、スピード、破壊力とも他に類を見ない。試合ごとに、彼の妻が編むという後ろ髪の弁髪のような、細い三つ編みが、トレードマークになっている。息子のニキータとティムもボクサーである。チューは、ソビート連邦の貧しい家庭に生まれた。父親は、朝鮮人とモンゴル人の血を引いており、母親は、ロシア人である。 幼少の頃から父に連れられて、ボクシングを始めた。すぐに頭角を表した中は、ソビエト連邦のナショナルチームに招集される。彼は、当時社会主義の優秀さをアピールするために、アマチュアスポーツの強化を国策にしていたソ連で、ボクシングのエリート教育を受けることになる。中は、ソ連代表として1987年、1989年、1991年の、 世界選手権大会に出場する。1989年の世界選手権、モスクワ大会では、ライト級銅メダル、同年ヨーロッパ選手権では、金メダルを獲得。1991年の世界選手権、シドニー大会では、スーパーライト級金メダル、同年ヨーロッパ選手権では、金メダルを獲得している。1988年には、ソウルオリンピックにも出場し、 三回戦まで進出している。ソビエト連邦崩壊後の1992年に、中は1991年に世界選手権で訪れたオーストラリアに、後の妻と共に移住。1993年に結婚し、オーストラリアの市民権を得た。1992年3月1日、オーストラリアのプロモーターであるビール・モルディと契約し、メルボルンでプロデビュー。 1995年1月28日、ネバダ州ラスベガスで IBF 世界スーパーライト級王者 J. クロドリゲスと対戦し挑戦し6回 TKO で勝ちで王座を獲得した。1997年5月31日にビンス・フィリップスに10回 TKO で敗れるまで5度の王座防衛に成功した。1998年11月28日、 WBC 世界スーパーライト級暫定王座を獲得した。1999年、ミゲル・アンヘル・ゴンザレスとの王座決定戦に勝ち、正規王者となった。2000年、フリオセサール・チャベスの挑戦を6回 TKO で、退けるなど同王座を3度防衛した。2001年2月3日、WBA 世界スーパーライト級王者のシャンバ・ミッチェルと王座統一戦を行い、 7回 TKO で勝ちで、王座統一に成功した。2001年11月3日、IBF 世界スーパーライト級王者のザブジュダーを2回、TKO で勝利して3団体の統一にも成功。3団体の王座防衛に2度成功した後、中は怪我のため長期療養を余儀なくされる。2年近くのブランクの間に、WBA 世界スーパーライト級、スーパー王座を剥奪され、 WBC 世界スーパーライト級王座も剥奪された。2004年11月6日、IBF 世界スーパーライト級暫定王者、ミッチェルとの団体内王座統一戦。ブランクのため、戦前はやや不安視されたが蓋を開けてみれば、必殺のミニストレートは健在であり、3回、TKO 勝ちで団体内王座統一に成功した。二0五年六月四日、 イギリスマンチェスターでリッキー・ハットンと対戦。結果はハットンが中相手に臆することなく押しまくり、11回終了時に中が試合を放棄する形で王座から陥落、試合後脳内出血が発覚し引退した。ありがとうございます。